はい、今日は省人化対策、あるいは賃上げ、また女性活躍にも積極的に取り組んでおられる森政閣僚の皆さんにお話を聞かせていただきました。今足元経済状況は少しずつ良くなりつつあると感じてはいますが、しかしその中にあっても全国の中小企業等においては人手不足、あるいはエネルギーコストの高騰、そもそもさまざまな物価高騰、さらには賃上げといった課題に直面している、こうした状況にあります。そうした中でこうした課題に積極的に取り組んでいる森政閣僚の皆さんをの話を聞かせていただきました。こうした経営課題を乗り越えてチャンスにつなげていく、こういった発想が大事だと感じています。その中にあって今日は例えば人手不足に対応するために熟練した技術と経験が必要となる検品プロセスを自動化する、その機械化する、こういった積極的な省人化対策を実際見させていただきました。そしてこの大幅な賃上げ、そして今日特に感じたのは女性の働きやすい環境、こうしたこの取り組みを話を聞かせていただき、また見させていただいたわけですが、こうした対策を総合的に進める、こうしたことが重要である、こうしたことを感じさせていただいたということでありました。今日伺ったさまざまな意見も踏まえ、全国の中小企業が人手不足等に対応し、そして人への投資、あるいは設備投資など未来に向けた成長投資に積極的に取り組んでいけるような環境を作るための経済対策でなければならない、こうしたことを感じました。ぜひ今月まとめるこの経済対策において今申し上げたような点、これを念頭に置きながら、こうした支援策をしっかり盛り込んだ経済対策にしたいと感じました。以上です。共同通信の田島です。はい、本日参院高知徳島選挙区の補欠選挙が告示されました。衆院長崎4区補選と合わせて次期衆院選の前哨戦と位置づけられますが、現在の情勢を踏まえどのように臨まれますでしょうか。また勝敗ラインについてどのようにお考えか伺います。はい、まずご指摘の、補欠選挙、これはいずれも重要な国政選挙であり、必勝を期して全力を尽くしてまいりたいと思います。勝敗ラインということですが、2つの選挙、これはどちらも大事な選挙であります。政党としていずれの選挙も必勝を期して臨んでいきたい、このように思っています。以上です。